あんた私の赤ちゃんすり替えたでしょ、今すぐ返して。え、何？こんなブサイク私の子じゃない、ブスで貧相なあんたの子だわ。あゆみさん、何を言い出すんですか？あんたが賄賂かなんか渡して病院で赤ちゃん交換させたんでしょう。そんなことできるわけありません。じゃあ夜中にあなたが自分で子供入れ替えたのね。違います、最初からこの子は私の子供です。あなたのところにいる子供は色白で髪がふわふわで目元のはっきりした超可愛い子よ。あんたに似ても似つかないでしょ。そんな、だってあんたブサイクでしょ。ウーパールーパーみたいに凹凸のない顔してさ、だからおかしいでしょ。ウーパールーパーなんて言われたの初めてでショックです。病室に来たあんたの旦那なんてカピバラそっくりじゃない。あんなのどこがいいんだか。あの体型に癒されるんですよ。まるっきり似てない夫婦に自分の子供とか言われて連れて行かれてかわいそうだと思わないの？でもうちの子ですし。まだ認めないの？あの可愛い子は美人な私の子よ。あゆみさんはモデル並みに綺麗で羨ましいくらいですけど、だからって変なこと言わないでください。いつまでもしらばっくれないで、どこに証拠があんのよ。自分が産んだ子供を間違えるわけないです。それにその子は私にも似てませんよ。そんなことない、あんたにそっくりだもの。だから私の子供返して。あゆみさん、お願いだから落ち着いてくださいよ。そんなに気になるなら病院で確認されたらどうですか？病院では間違いないって言われたわ。でしょうね。それよりうちの子にさくらって名前をつけたんです。あゆみさんは何と名前をつけたんですか？とりあえずうるみを。とりあえず？だってあなたがさくらと呼んでる子が本当はうるみだもの。あ、まだそれ言います？私は美人で美しいの。なのにうるみは鼻ぺちゃでほっぺが丸くてモヒカンみたいな頭で、あれじゃまるでビリケンよ。ビリケンって幸福の神様って言われてますよね。可愛いですよね。1ミリも可愛くないわ。入院中は自分の子が世界一可愛いってあゆみさん言ってたじゃないですか。それは出産直後で私のおつむがトリップしてたのよ。確かに出産直後で世界中がバラ色に見えました。子供が生まれた瞬間にそれまでの痛みがどっかに吹っ飛ぶんですから、すごいですよね。あの時に子供がすり替えられたんだわ。は？あの幸福感に満ち溢れた瞬間にあんたのこと入れ替えられたのよ。そんなことはありませんって。それでこのブサイクな子を私の子だと思い込まされたのよ。違いますって。だってあなたの方がこの子にそっくりじゃない。うるみは私にも夫にも似てないの。義母だってそう言ってるものは間違いないわ。子供の顔ってしばらくすると変わるらしいですよ。あんたのところの子だってあなたたち夫婦に似てないって言われるんじゃないの？ええー、まあほら、やっぱり子供が入れ替わってるからよ。でももう少ししたら似てくると思うので落ち着いてください。私の子供を連れて行かれたのよ。落ち着いていられるわけがないでしょ。今すぐ私の子供を返せ。私はふみか、32歳。10日前に娘のさくらを出産。さくらはそれはそれは可愛い子で、私と夫はもうメロメロです。それまで仕事人間だった夫なんて、3日前にさくらが家に来て以来、毎日さくらをお風呂に入れたいからと残業を断って帰ってきてくれるようになりました。今最高にハッピーです。そこへ突然あゆみさんからこの LINE が来たのです。あゆみさんは出産した病院で同じ病室でした。子供が生まれたのも同じ日で、私が午前で、あゆみさんは午後に出産。お互いに初めての子供の初めてのママ友として LINE を交換したのです。これから仲良くいいお付き合いができると期待していました。それなのに子供を返せだなんて、なんでこんなことになってしまったのでしょうか。そしてこの後、彼女はとんでもないことをやり始めたのです。数日後、あゆみさんやめてください。家の前で待ち伏せしていますよね。気がついてたなら出てきなさいよ。昨日もいませんでしたか？3日前からいるわよ。ねえ、子供返す気になった？だからさくらは私の子です。返すなんてことはありません。毎日自分に似てない子供を見るのは嫌だったんじゃない？今なら交換してあげるわよ。似ていなくても私の子なんです。それに教えていないのにどうして嫌が分かったんですか？スカット地区の一軒家で庭に金柑が植わってるって自分で言ってたでしょ。ああ、そういえば。おまけに子供が生まれたばかりとなればすぐに分かるわよ。探偵並みの推察力ですね。子供を取り返すためなら何でもするわ。もういい加減にしてください。しつこすぎます。母親として当然のことでしょ。
まさかウルミちゃんも一緒に連れてきてるんですか？ウルミは義母とお留守番中よ。義母が誰にも似てないのはおかしいって毎回言いながらおむつを変えているわよ。それなら家に帰られてウルミちゃんの相手をしてあげてください。あの子は私の子じゃないから嫌。私にその子を渡さないなら今からあんたの家に乗り込むわ。はい、冗談ですよね。私は本気。我が子のためなら母親は強くなれんのよ。本当にやめてください。さあ玄関開けなさい。ピンポンそんなに鳴らしまくったらさくらが起きます。やめてください。はあ、いいこと考えた。子供は1階のリビングよね。え、もうすぐママがお迎えに行くからね。何をするんですか？石を投げ込んで窓ガラスを割るなんて。お風呂場の窓だから子供は安全でしょ。でも思ったほど割れなかったわ。石をあと5、6個放り込まないとダメね。それ以上やらないで。さあこれからお邪魔します。今警察を呼びました。え、なんでよ。当たり前じゃないですか。家の前にいるだけならまだしも窓ガラスを割って侵入しようとするなんて信じられません。こうでもしないとあなたが私の子供を返さないからよ。入っても無駄です。お風呂場のドアを開かないようにしました。そんなドアなんかぶっ壊してやるわ。ドアの前にタンスを置いてあるので簡単には開けません。くそ、パトカーのサイレンが聞こえてきた。いいわ、今日は引き上げてあげるけどまた来るわよ。翌日、お前のせいで夫と義母にすっごく怒られたんだけど。被害届を出さなかっただけ感謝してください。子供盗まれたのにどうして私が怒られんのよ。人の家に侵入したんだから当然のことですよね。子供を取り返すために仕方がないでしょ。ゆうべご主人が菓子折りを持って謝りに見えましたよ。産後で不安定になっていて申し訳ないって土下座されちゃいました。あいつもどうして分かってくれないのよ。ご主人に懇願されたので今回は被害届を出さないことにしましたけど、次は出しますからね。そうやって恩を着せたい自分の悪事をごまかすつもりね。何を言ってるんですか。ご主人は似てもいなくてもうるみちゃんが可愛いって言ってるじゃないですか。やっぱりあいつも似てないって思ってるじゃない。だからってうちの子はあゆみさんやご主人にも全く似てませんよ。似てるわよ、美人な私にそっくり。色白で目鼻がはっきりしてふわふわの髪の毛、まるで天使よね。でもうるみちゃんって母親にですよね。は？鼻とかほっぺとか目元の感じがそっくり。どこが似てるっていうのよ。私は目がパッチリとして鼻筋が通った美人なのよ。でもうるみちゃんは昔のあなたにそっくりですよ。は？整形前のあゆみさんとうるみちゃんはそっくりじゃないですか。な、何言ってんのよ。入院中に私のところへ見舞いに来ていた陽子って覚えてませんか。知るかそんなやつ。陽子はあゆみさんの実家の近所なんですってね。あゆみさんの声と話し方で気づいたらしいんですけど、顔があまりにも違うので最初は別人だと思ったようです。本当に別人だからでしょ。私は整形なんてしてない。いい加減なこと言わないで。で、私の話を聞いて気になった陽子が実家に聞いてみたら、ご近所ではあゆみさんが整形美人になったという話で持ちきりだったとか。うん、それであゆみさんの昔の写真を私に送ってくれたんです。やめて、そんな昔の写真なんか見ないでよ。本当に親子そっくりでとっても可愛らしいですね。可愛くなんかないわ、そんな顔は嫌よ。ご主人に整形したのがバレたくなくてこんなことを言い出したんですか。ええ、まあ。ご主人も整形だとは知らなかったようですね。え、夫にも教えたの。そりゃ話しますよ。ご主人があゆみさんがこんなことを言い出した理由がわからないって困っていらしたので。余計なことしやがって。正直に言ってくれればよかったのにと言っていましたよ。いいご主人じゃないですか。だってちっとも似てないって夫と義母があまりにも言うもんだから。だからふみかさんの子供を私の子供だってことにすれば納得してくれるんじゃないかと思ったのよ。そんな計画がうまくいくと本当に思ってたんですか。だってこうでもしないとダメなのよ。それって他にも理由があるんじゃないですか。他に理由なんかないわよ。しらばっくれないでください。実は陽子が昨日の午後実家であゆみさんを見たそうです。え、色黒の男性と恋人つなぎをして歩いてたんですってね。見てたの。昨日の午後ってうちに石を投げ込んだ後ですよね。だってうまくいかなくてむしゃくしゃして彼に連絡したら会ってくれたんだもん。で、うるみちゃんは本当はその男性との子供だったと。
違う、うるみは絶対に夫の子よ。多分そうよ。そうじゃないと困るのよ。やっぱりあんたがこのことも夫にバラしたの？夫が DNA 鑑定すると言い出したのよ。余計なこと言いやがって。私は浮気のことまでは言ってません。ただ DNA 鑑定をして自分の子だと分かればあゆみさんが納得するんじゃないですかとアドバイスしただけです。ちくしょう。ご主人との子供だと自信があれば大丈夫。うるみちゃんも自分の子じゃないとか言われてるよりははっきりした方がすっきりしますよね。すっきりなんかさせたくない。なんとかしてごまかして一生黙ってるつもりだったのに。それで子供入れ替えですか？呆れました。だったらあんたの子も DNA 鑑定してよ。は？え、なんでうちの子？あんたの子も親に全く似てないじゃない。あんたも整形して浮気したんでしょ。はい、そんなことするわけないでしょ。ごまかすな。あんなに可愛い子があんたたちのようなブサイクから生まれてくるわけがない。それがあったんですよね。実は夫の祖母がイギリス人だったんです。は？あのカピバラ旦那が？私も義母から聞くまで全然知らなくて驚きました。で、夫の祖母の写真を見せてもらったら目や鼻のあたりがそっくりでした。嘘よ。絶対にあんたも浮気したのに違いない。私だけが浮気をするわけがないもの。みんなやってて当たり前でしょ。普通の人は浮気をしませんから。そんなことない。もういい加減にしてください。あゆみさんは反省する気全くなさそうですね。私がなんで反省なんかしなきゃなんないのよ。反省という言葉は私にはないわ。なるほど。それでしたらこれ以上あゆみさんと LINE してても無駄なので警察に被害届出します。え、出さないって言ったじゃない。それはご主人があまりにも気の毒でやめようと思っただけです。でも本人が全く反省しないなら話は別です。被害届は器物破損に住居侵入、あと誘拐未遂になるのかな。これ確実に捕まりますよね。ちょっと待って、夫は今回は説教だけにするけど DNA 鑑定の結果によっては離婚って言われたのよ。その上刑務所とか困る。困るも何も、そこでしっかりと反省していただかないとこちらこそ困ります。いや、警察はやめて。さてと、さくらにミルクをあげてその後でお散歩がてら警察へ行ってきます。それじゃ。あ、お願いよ。ごめんなさい、反省しました。もうやらないから許してください。後日談。あゆみは檻の中に捕獲されました。 DNA 鑑定の結果を見てあゆみのご主人は当然ながら離婚を突きつけ、慰謝料の請求もされているとか。檻から出られたとしても住む場所もお金もなく大変そうですね。唯一の救いは子供があゆみのご両親が引き取り、とても可愛がって育てているとのことです。私は夫と二人でさくらを愛情いっぱいで育てています。生まれたばかりの時はあまり似てないと言われることもありましたが、最近は笑い方や仕草が私たちにそっくりになってきました。これからのさくらの成長が楽しみです。